はい、比較ゲームズです。こんにちは。はい、ということで、OAC マッチ、2試合目やっていきたいと思います。はい、2試合目と言いつつですね、ちょっと実は、枠としては22時半の、3つ目の枠になるんですけど、ちょっとですね、先ほど僕の Google アシスタントが起動してしまって、まさかの切断負けになるっていうまあ、負けでよかったんですけど、僕から間違えて起動しちゃったので負けでよかったんですけど、負けになるって事態が起きまして、ちょっとそのため2回目が取れなかったので1個飛ばして、3枠目なんですけど、僕としては2回目というような形になります。はい、でただ2回ともちょっと今回のイベント参加している方とは当たれてないので、ちょっとですね、次こそ当たりたいなと思っております。はい、でこの動画から見始めた人のためにですね、今僕が参加しているのは OAC カップというノムさんというか、ツイッターの名前がノムさんという方がですね、企画しているイベントで、決まった時間にですね、一斉にオンラインマッチをして、かつチームパワーを星3にみんな統一しているので、このチームパワーが近い人から探すっていうのを押して疑似的にフレンドマッチをするというようなイベントになっております。なので、みんな名前にですね、@OAC っていうのを入れてるので、当たったら、あ、イベント参加している人なんだなって分かるような形になっております。はい、ということで、2戦目あと10秒で2戦目ですね、あと10秒でいきますので行ってみたいと思います。今度こそ OAC の人と5、4、3、2、1、はい、いきます。入りました。いや、ちょっとマジで Google アシスタントだけは起動しないようにしないといけない。落ち着いて、大丈夫大丈夫。よし、さあ当たるんでしょうか、 OAC の人と。はい、マッチングしました。どうでしょうか。うん、当たってほしい。すげえ手汗が半端ないな。めちゃめちゃ緊張してるんですけど、頑張りたいと思います。はい、お、来た、チョコマンさん、 OAC 参加中。チョコマンさん来ました、とうとう OAC の人。いや、どうでしょう。うお、しかも日本人めっちゃいる。使った、うわ、夢あるな。なんかガチガチで言ってんのが恥ずかしくなるぐらいの夢ある感じで、はい、まあこのまま行こうと思います。はい、やばいな、すごいすごい、やばいな、ちょっとドキドキするな。頼む、勝ってほしい。ちょっと手汗、チョコマンさんに勝ちたい。アシスタントだけ起動しないようにちょっと気をつけながらやっていこうと思います。よっしゃ、初めての OAC。 よし、落ち着いていけばいけるはず。ガンバ大阪ですね。いや、すごいな、日本人アユをめちゃくちゃ感じる。大抵うまいんですよ、ああいう人、日本人使ってるような人は。こんにちは、よろしくお願いします。まずファーストハーフ、だから嫌ですね、ちょっと。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。流れを止めます。おっと、遠藤うまいんだよな、絶対。バルバルスです。スペースへ出す、遠藤へ。 OK、 シルバー、このボールをカットします。うわー、裏へのスルーパス。オッケー、ウィリアン抜けろ。勝負ですね。オッケー、ウィリアン。イグアイン決めらんないか。危ない。ここは競り勝ちます。惜しい惜しい。オッケー。長いボールを送ります。消極的なプレーにだけはなるな。ここはカットします。裏に味方を走らせる。オッケー、抜けた。自分で行く。コース空いた。シュート。ウィリアン。オッケー、ナイスシュー。この角度のないところから決めた。ウィリアン、ナイス。先制に成功。オッケーオッケー。いや、日本人スカットなのになんかこんなガチでやっていいのかってぐらいのメンツでやってるのがなんか恥ずかしいんですけど、まあやるからにはやっぱ勝ちたいんで。ゴールの確率を高めてからっていう。よし、オッケー、シルバー。はい、しっかり決めてきましたね。そうですね。オッケー、ネイマール、ネイマール2。オッケー、イガイン詰める、しっかり。オッケーオッケー、よしよし、やるからにはしっかりやらせていただきます。 OK、 2点先制、大きいですね、2点先制は。いや、ポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないと。 OK、 いいよ、まで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。おっと、
オフサイ、よかった。今ヒヤッとしましたね。いや、ハーフナーマイク使う、オンラインでもリアルでも使ってる方初めてなんですけど、いやすごいな、やっぱり。 OK、 ポグバからシルバー、シルバーからイグアイン、イグアインからネイマール、ネイマール、わー、入んないか。お、ファール、あれ誰誰、マジか、どこ。あー、さすがにね、 PK かと思ったけど、さあどうだろう。さあこのセットプレー、直接決めろ。入る、入ってない、入ってないか、入ってない、恥ずかしい、全然入ってなかった、入ってない。ネイマールすごいシュートだったけど、ウィリアム、よいしょ、 OK。 エンド、ハーフナーに詰めろ、 OK、 マジか。セルヒオラモス、ジョルディアルバ、 OK、 シルバから OK、 イグアイン、チャンス抜けた、突破して、いやちょっとドリブルの向きが悪かったっすね。ネイマール、スルーパス、エンド、オッケー、裏のスペースへ、嘘、繋がります、オフサイ、よかった、ね、そうっすよね、さすがにね、オッケーオッケー、よし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 、キエリーニ、キエリーニから落ち着いていこう、ジョルディアルバ、ちょっとしっかりパス回していこう。ネイマール、スルーパスを出す、あー、いやー、そっちじゃないんだよな。シュート、ウィリアン、ウィリアンからネイマール、ネイマール、ネイマール打つか、打てない、オッケー、裏を狙っていきます、うまいな、このパスが抜ける、抜けてくる、やばい、ミスった、いやミスったな、これは決められた、いやよかった、おお、すげえな、ここ勝負ですね、いやうまい、いやちょっとダサかったな今のは、もう遠藤のとこで勝負ありって感じでしたね、いやーやっぱ白熱しますね、面白い、シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね、まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね、ラファシューバー、自然的にボールコントロールもシュートもうまくいったっていうとこじゃないでしょうかね、うん、なるほど、オッケー、これで相手を射程圏内に捉え、イグアイン、ラファシューバー、ラファシューバー、うー、詰めて、いやー、非常に動きの、なるほど、めちゃめちゃ攻めたんですけど2点しか取れなかった、決定力不足、いや北澤さん、どうだろう、疲れてるかな、うん、まだっすね、激しかったですね、ちょっと後半にモラタと、あとアレックス・ビダル投入しようと思ってるんですけど、ちょっとこれはあれですね、タイミング的には良くないんで、もうちょっと疲れてきてから交代しようと思います、はい、よっしゃ、やばい、めっちゃアドレナリン出てる、うわマジかよ、トラオレやべえ、全然日本人スカットじゃなくなってきた、トラオレか、オッケー、マジかよ、マジで、さあ繋がるか、うっそー、オッケー、よかった、なんとか書き出した、長い縦へのボール、シウバ、ネイマール、裏のスペースへ、意外、いやーそれはあんま飛び出してほしくなかったな、ギリギリのところを落ち着いていってほしかった、飛び出しが早かった、イグアイン、オッケー、いやーギリギリのところ狙ってますよね、じゃあこっちもやらせていただきますか、モラタ投入、あとアレックス・ビダルをどっちに入れようかな、こっちに、よし投入していきます、とこれ勝負決めたい、1点入ればこれ勝てると思うんですよね、とりあえず、とりあえず1点入れば、オッケー、どうした香川、メッシ、おいい形ですよ、オッケー、オフサイ、オフサイ、オフサイドです、オフサイなんか結構多いですね、よし、飛び出しはちょっと早かったようです、まあとりあえずね、ギリギリですね、はい、ちょっと残ってましたかね、あれ大丈夫か、
ネイマールに渡る。ゴールドがこのパス。シュート。オッケー、モラタ、ナイス。よっしゃ、スーパーサブ。いいよ。これで2点差。よしよしよし、オッケーオッケー。なんとかいった。これでかいよ。最後のスーパー。やばい。クロス上げられなくない。絶対上げられない。絶対上げられない。オッケー。そうですね。オッケーオッケーオッケー、クロス上げられなければオッケー。よし大丈夫、落ち着け。自分に言い聞かせてるかのようなあれですけど、結構怖いんでこれは全部前出します。ネイマ、アウェー側としてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。オッケー、裏に味方を走らせる。来た、これはネイマー。オッケー、よっしゃ、最後今のいいんじゃない、落ち着いてた。オッケーオッケー、よし、今のは良かった。トラオレ完封できるか。トラオレにさえ決められなければいい。トラオレだけはもう抑えとこう。もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。オッケー、相手キーパーの位置をしっかり把握して。はい、モラタ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。あー、おおいや、なんかすいません。しかしこれは誰だ、香川。まさかのオンゴール香川。いや、申し訳ないっす。すいません。でしょうかね、これは。よし、まあ5対0、5対1。安定したんじゃないですかね、さすがに。おっと、なんかオフサイ多いっすね、相手。なんかそういう飛び出すみたいなやつにしてるんですかね。ちょっとわかんないですけど。オフサイドです。よしよし、今オフサイドになりましたけども、ついていけ。そしては裏のスペース狙われてますからね、はい、そこはしっかりケアしておきたいところですよ ね。 そ う、 ですね。うわー、くそ、こういうとこ詰められるときついっすね。ここは競り勝ちます。シルバー、ビダル、ここは競り勝ちます。うわー、ドリブル、おっと、ラシナ・トラオレ。よし、オッケー、裏を狙っていきます、はい、スルーパスを出し、打つぜ、もらった、入らない。奪った後にもらった、入らない。ガンバ、なんとか今のシーン、おっと、来た、ポーズ。いい攻撃をしてさあ、こっちもなんかやろうかな、せっかくなら。持ってますからね。じゃあ常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ポグバに変えて、俺の大好きな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、パリサンジェルマンの選手出しますか。よし、ラビオだ、ラビオ。やべえやべえ、来た。オバメ来た。まさかのここでオバメアン出すんだ。さあ繋がるか、抜けた、大丈夫、ラモス守ってる。コース空いた、ラモス、シューバ、オッケー、裏へのスルーパス、抜けてくる、ネイマール行く、うーボール、裏へ届くか、オフサイでしたね、すいません、オフサイでした。よし、まあでもなんとか勝てたんじゃないですかね。よし、まだ安心はできないですけど、とりあえずは。遠藤、前線へ大きなフィードです。オッケー、ネイマール、ここをかわした、シュート、ネイマール、オッケー、ナイス、決める。よしよしよし、6対1。どこまで点差を広げるんでしょうか。いいぞいいぞ、いい感じにできてますね。シュート前の一歩で、あとは球際ですね。球際焦らずいければって感じですかね。出しても受けてもバッチリでしたよね。タイミングがバッチリ合わないと、ああ、こういうとこなんだよな。こういうとこもったいないシーン結構多いから、そういうとこしっかり潰していけば、あとは。今日2点目です。嘘、嘘、大場面に決められるな。危ない。オッケー、6対1、勝たせていただきました。OSC としては初勝利いただきました、ありがとうございました。北澤さん、いやー、ちょっと決定力不足ですね、完全に決定力不足でした。はい、6対1勝たせていただきました。ハイライトを一応見ましょうか、せっかくなので。はい、まずウィリアンのこのゴールから。いや、これすげえな、冷静に、ウィリアンゴリですけど、冷静に、はい、ここの角度で決められるのはさすがウィリアンって感じで、でアウナマイクに決められると速攻決められ返すっていう展開だったんですけど、はい、そんな感じですね、ハーフナマイクと。でモラタからの、ネイマールからのモラタ、あれ、あ、これあれか、ハイライトだからか、
はいはいはい。いや、モラタ、やっぱ強いっすね。スーパーサブ。で、これ良かった。これは抜けて、しっかり落ち着いていきましたね。全員かわして。最後はネイマールと。で、オンゴール。タンバ選手。オンゴール。最後はオンゴールでした。はい。っていう感じで、なんとか、これが最後の点ですかね。なんとか勝つことできました。対戦、チョコマンさん対戦ありがとうございました。はい。落ち着いてできること良かったと思います。はい。ということで、また次の、23時、次最後にしようかな。最後にしようかなと思うので、23時頑張りたいと思います。お疲れ様でした。